はいどうもこんにちは、リュウケンです。リュクラニューパート2やっていきましょう。前回ですね、この狼たちを仲間にして、でね、今後ろに見えてる仮拠点をね作りました。なので今回は何をやっていくかというと、このね仮拠点に、ちょっとここら辺のねチェストの中身とかそこら辺を入れて、ここをね仮拠点でちょっと使いやすく、していこうというのと、あとちょっとね食料問題をね解決したいなと思ってて、畑をね作りたいんですよ。なので今日はね村をね探しに行きたいと思います。作業台は手持ち分と、あとなんかこの辺に、おー邪魔で、チェストはね中に入れとこっかなと思ってて、チェストも外でいっか、別にね取る人いないしでかまどとかもあそこにセットしよう。おー、まあ、業者に取んなよ、それ俺のアイテムだからな、取んなよそうそう、イメージねこういう使い方をしたかったんだよね。でこのねドアねずっと開きっぱなしだとなんか微妙なんで、ちょっと感圧板作ろうかな。感圧板ね、これ簡単なんだよね、木材2つでできるから。はいはい、よし、いいじゃん、オッケー。もろもろね家のことできたんで行くか。で狼たちねちょっと置いてこうかなと思ったんだけど、せっかくなんでね一緒に冒険したいと思うので、もうみんな引き連れていこう。一旦高いとこ行って、でちょっと周りを見渡して、それっぽいところがあったらそこに行く感じにしようかな。で自分が今ねどういう環境のもとにいるかをちょっと確かめたいんで、ちょっとこっち行くか。すげえ山だな。あーてかもう夕暮れだ。よいしょ。あそこすごいんだよね、あれ、あの氷エリアのところすげえ影になってんだけど、あれすごいよな。おやすみなさい。さあもうちょっと高いところ行くか。なんかもう少しね見渡したいんだよね。村があったらそこで多分畑があるはずだから、ちょっとじゃがいもとかねいただいて。あれそうじゃない？あれっぽくない？あれなんとなくさ家っぽくない形。あれ多分村だな。ああそうだそう。そしてね花があるんだよここ。で何かっていうとですね、ちょっとよいしょ。ほら。新しいレシピがアンロックされましって書いてあるけど、されまし。タンポポとかの花は染料になるんだよね。黄色の染料にして、ちょっとこのね、同じね、毛の色の狼がね、2匹いるんだけど、これね、みんな赤い首輪だけど、これをこうすると、ほら、黄色になった。染料さえあれば、こうやって首輪の色が変えられるから、名札がなくてもね、なんとなく色で判断できるようになるから、これちょっといいよね。いいなぁ、雪。あーあれかぼちゃだ、かぼちゃはいいぞ。ちょっとジャックオランタンとかも作りたいよね。ねえもうすぐハロウィンだからね、かぼちゃをもらいつつ向かってこう。おーっとこの裂け目はなんだ、怖いね。飛べ、みんな来い、みんな来い、おみんな賢いみんな賢い、ちゃんと穴を飛び越えずに道を来たな、いいな。お待って、これなんか祠がある。祠っていうのはなんつうの、鎌倉的な。すげえ何これ。あ雪のバイオームのあれか、なんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったけど、なんかあるよね。あーすげえ、ほらベッドもある。あ赤いベッドだ、俺欲しかったからこれもらっちゃおう。これあるんだよね。どうやったんだっけ、なんか燃やすんだっけ。これレッドストーンついてんじゃん、なんかさどっか下通れんじゃなかったっけ。これあった、これ隠し通路があって、こう下行くとね、よいしょ。確かね、ゾンビ村人がいるんじゃなかったっけな。ほら、いた！ほら、いた！見て！てかさ、村人いるってことは、うちのさ、敷地に持ってこれんじゃん。で、これね、ゾンビの村人を、確かね、直せるグッズがあるんじゃなかったっけ？スプラッシュ。あった、ほらほらほら。弱化のスプラッシュポーション。あるね。だって金のリンゴ。あるじゃん！このね、村人ゾンビを直せるんすよ。ちょっとそれやるか。まず弱化のスプラッシュポーションを投げて、で木のリンゴ与える。ちょっと待って、与えられない。よっしゃー、できたー。でこれでほっとくとね治るんですよ。じゃあちょっとしばらく待ちましょう。お治った、やっと治った。めちゃくちゃ長かったな、約5分ぐらい長かったから、この辺全部ねいただいてったわ。これももらってっちゃおう。で村人さんたちちょっとちょうどいいから、あのこの人たちにちょっとまだここにいてもらおう。よいしょ。で、来たるべき時が来たらうちのね拠点にご案内しましょう。
ここだったらまあ安全だからね。よし、多分ね、そうこうしてるうちに多分もう夜だと思うんだよな。あ、やっぱ夜だわ。よし寝よう。おやすみなさい。さて、周りに敵はいねえか、いねえか。夜だったかな。いるな、ストレイがいるな。なんかあいつは火の元には出てこれないっぽいから放置。よいしょ。危ねえ。あいつ待て待て待て、お前ら待て待て、死ぬ死ぬ死ぬ、あいつら死んじゃやばい。こっち来い、強制、こっち来い。危ねえ、ストレイと戦ってね、一号やられてっかんな。さあ、ということでやっぱり村だったね。なんかね、丸石のね雰囲気がちょっと見えたから、まさかと思ったけど、マジで村だったね。いるね、村人ちゃんと。よしよし、生きてる生きてる。いいじゃん、いいじゃん。なんかすげえ、急に壊れてった。なんだこれ。初めての村。ちょっと訪問していこう。こんにちは。あ、いいですね。チェスあるね。あ、いいじゃないですか。あ、じゃがいもあった。これが欲しかったのよ。じゃがいも栽培したかったんだ。今、うちね、なんもないんでね。この辺ください。さあさあさあ。こんにちは。あ、いいね。この洋服着てる村人さん、あんまり見たことないから。嬉しいな。こんにちは。うお、どういう何この2枚扉は。何なのこれ。ここしかも狭いし。ここの分絶対いらないだろ。2枚扉。で、2階紫のベッド。中身は、パン。あー、ごめん、落ちた。あー、ちょ。気をつけて。ちょっと、気をつけて、俺か。俺のせいだな、これはな。よしよし。この家にも入りたいな。ここ2枚扉だ。なんだろう、なんか寒さ対策かな。しかなんもねえしな。この村の生成どうなってんだ、すげえな。あ、焚き火ある。焚き火あるけど、ちょっとここ危ないから怖そう。焚き火はね、シルクタッチがないとね、粉々になっちゃうんだよね。おお、ここは、あー、いいね。ここは陽光炉あるね。いいね、いいね。あ、チェスト発見。職業ブロックも奪うのはかわいそうだけど、中身は奪ってこう。あー、いいね、皮じゃん、皮。手持ちいっぱいだな、おい。ちょっと次第いらないな。おお、エメラルド入ってる。これは嬉しい。あー、すげえ、畑で来てるけど、凍ってますよ、水。水めっちゃ凍ってるけど。あ、猫いる。ちょっと猫を焼き魚でもいい？食う？食わねえか。お邪魔しまーす。チェスト、中身は、ポン。うおー、鉄じゃねこれ。すげえ、鉄のツルハシと、鉄のシャベル3本。よーし、すげえ、早速鉄のね、ツルハシゲットできたのでかいね。これがあれば、ダイヤがね、掘り起こせるから。あ、いい村だね、ここは。うんうん。早いな。7日目からスタートしたけど、もう、あっちゅう間に9日目です。よし、寝よう。よし、おやすみのー。すい、寝れた。まあ、あらかたこの村はね、見終わったかな。ね、人参とか欲しかったけど、さすがにないね。ここの村もあれだね。いつか発展させてあげたいな。がっつり手を加えて、街っぽくしたいな、むしろね。うちの拠点とね、いい感じにこう行き来できるように繋いであげて、みたいな。そういうこともできたらいいな。うわぁ、すげえここ。これはやばいな。闇が深いぞ。いや、いいな。冒険行くといろいろと収穫があるからね。ついでにさ、向こうのさ、氷の場所ちょっと見たいね、これ。ここすごいよな。ちょっとどうやって降りようかな。こっから降りるか。来れる。うーい、来い。来い。おー、すげー。ここすげーな。ねえ、いいっすね。おー、すごー。なんだここ。気をつけろ、みんな。みんな気をつけろ。落ちたらマジで死ぬぞ。ほら、すげー深い。めっちゃ深いじゃん。うおー、すげえ。これはちょっといつか冒険しよう。ちょっと今回じゃないな。2回目にしてこの大穴は危険すぎるから。うわ、怖っ。てかここ。え、ここ怖くね？え、それ砂じゃん。危ない。ああ！ああ、生きてる。よかった。びっくりした。今やばかった。ちょっと待って。怖い。気づいてよかったね、一瞬ね。ちょっと怖いね。やめようね。いや、よく生きてたね。あんな声出してね。お前ら。2号尻尾下がっちゃってる。やばい。凍ってるからなんか油断したけど、あれか、砂だったんだ、今の。もう絶句だったもんね。もう、俺、喋れなかったもん。やばすぎて。しかもなんか画面もやばいことだったらしいね。ちょっと全員ご飯食べようぜ。魚食う？あ、食う。はい。よし。あ、てか、よく見たらここにあれか。紫っぽい花あるから、これでまた首は変えられるわ。これ何ですか？ライラック。ライラックは紫っぽい染料になるはずだから。うん、赤紫。なった。
じゃあ君の色はライラック。いいじゃん、いいじゃん。首輪変わるとほんと雰囲気変わっていいね。でチェストもいっぱいねいただいてきたんで家の中に置こう。で外のチェストはこういうかまどとかだから食事系とかすぐにね燃やしたりとか加工して持ってける木材とかそっち系を残して、家の中の方は弓とかその辺にしとこうかな。おーっと、ちょ整理したらすぐ夜だ。早っ。おやすみなさい。よっしゃ。あ、音が聞こえる。なんか燃えてる奴らいるぞ。なんだ？あいつらだ。いた！やばい！やばい！危ねえ。今ストーリーが来てたね。倒してやる。どこだ？痛い！そこ、お前、オレンジ！はい、そこオレンジだからね。はい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 。うわっ！よっしゃー！周りにあれだね。松明置いてねえんだ。そういえば。そら来るわ。ほんとはね、なんかランタンとか作りたいけどね。ちょっと今んところまだないんだ。あー、いる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 。あ、いるいる。ほっ。よっしゃーい。明るさが足りないと思ったんで、松明置いていこう。松明置くとね、こう、あったかいからかね、雪がどんどん溶けてっちゃうんだよね。これだけが悲しいわ。お、雪だ。雪降ってきた。いいな。そうか、ここだと雨が雪になるんだ。この雨の中ですが、やっていくか。畑作り。まずはね、ちょっとスタンダードの畑をちょっとやりたいなと思ってて。で、そのためにはね、バケツがね、必要なんだよね。なんで、ちょっとバケツ作りのための鉄が必要ということなんで、鉄を取りに行こう。バケツはね、鉄3個でいいから、今手持ちに1個あったから、あと2個。あそこ鉄あんじゃん。今気づいた。ほら、あった。あれいいね、鉄。あれちょっともらおう。あれ、もしかしてもうこれ夜？暗いよね、確かにね。もう夜早くね？ちょっと雨だから分かりづらいけど夜だな、これ。寝るか。おやすみなさい。やっぱ夜だ。ゲットしてきたこの鉄の原石を焼く。焼くことによって鉄のインゴットになるという寸法ですね。うんうん。で、できたインゴット3個で、できたバケツ！で、バケツがあると水がね、汲んでこれるので、それでね、畑が作れるっていう。ういっ。よっしゃ。でね、ここおそらくね、このバイオームは雪だから、水がね、凍っちゃうと思うんだよな。で、これね、いい除雪作業があるんすよ。ここにね、水をね、こう流すじゃん。はい。で、回収するじゃん。そうすると、はい、雪が一瞬で消えるっていうね。で、今のうちに、ここの土を耕してやりたいから、クワだな。一旦ここ開けて、水を置いとこう。で、水凍っちゃうと思うんだよな、ここは。あ、やっぱ凍ったわ。はい。で、凍っちゃうと、水としてのね、役割が多分ね、果たせないと思うんだよ。あ、湿った。なんかあれだね、水凍らないね。おーい、いいね、いいね、できてきた。よし、これ作ったら、あとはちょっとあれだな、フェンスとかでちょっと囲っとこうかな。あ、凍った。凍ったせいであれだね、土がほら元に戻っちゃった。そう、これを防ぐためにっていう話だよね。よし、そしたらこれね、凍ってしまうとダメなので、凍らないようにするためには、はい、こちらハーフブロック。このハーフをね、この上にね、よいしょ、これでいいんだよね。こうすることによって、水がねある状態になります。ほら今ここら辺濡れたね。凍らないし水があるっていう状態になるんで、で作物を育てるには明るさも必要なんだけど、よいしょ、まあここら辺に置いとくか。丸石の上に松明置いとこう。ああ、そしてあっという間に夜だ。寝るぞ寝るぞ。マジで一日が早い。おやすみなさい。もうザ始まったばっかりの、畑って感じがしてすごくいいな。まあ、いきなりね、なんかちょっと自動系とか装置系はね、なんかちょっと違うなと思ったから。いやー、いいじゃん。すごくいいじゃんこれ。この畑ではね、じゃがいもを育てるんだ。やっぱこの寒いね地域はね、じゃがいものイメージあるもんね。 GO！できたー。いいね、畑完成。これでね、俺の食料問題もほぼ解決だな。じゃあ畑できたんで、今日はね、この後もう一匹狼をね捕まえに行こうとは思います。
ワンパート1オオカミゲットするぐらいのねノリでね捕まえてきたんだよね。さあ、オオカミいるかな、新しい色のオオカミいるかな、オオカミの匂いがするぞ、美味しい骨がここにあるぞ。あー、あれは白クマ、でかすぎるもんな。オオカミいない、オオカミマジでいねえな。おお、すげえ、キツネ、しかも白だ、白のキツネだ。出会えてしまった、出会えてしまったけど夜、このよ、ここでの夜はやばいから寝る、即寝即寝、おやすみなさい。よっしゃあ、もう14日目、あー、ちょうどあれだね、1週間また経ったね。あー、すげえ、白キツネだ、仲間にしてけどこいつはペットにできねえ、なんならオオカミいたら襲われちゃうもんね。って言ってるそばからいた、狼でもお前持ってる色だな、どうしよっかな、仲間にするけど、でも仲間にするか、ちょ、狼待って、狼さん仲間になりますか、かよっしゃー、仲間だった、オッケー、ワンパート1狼達成でございます。しかし色はかぶりあら、あ、そういえば白の普通の狼っていないね、うちね。じゃあ君仲間でしょ、はい、ダメかい、はい、あ、ごめん、間違えた、ボタン間違えた、あー、ちょっと待って、お前や、そういうことすんなよお前、逃げときゃよかったのに、ごめん間違えた、普通にボタン間違えちゃった、ごめんね本当に。ちょっとまた生まれ変わりがいたら仲間にし、あ、生まれ変わり発見、早速、早い、おいで、君が仲間になるんだ、よっしゃ、白オカミゲット、もはやこの狼ゲットパートおまけみたいなもんですからね。よし、じゃあ帰ろう。あー、ほらほら、来た、新しい仲間が来ました。いい感じに、もう俺立派な犬使いでしょこれ、完全にね。ちょっと赤の染料を作って、でこれでオレンジが作れるんだよね。でオレンジと、あとピンクがあるな、じゃあオレンジ君にしよっかな、この白がピンク、あー、かわいい。毛の色はねちょっとだいたい被っちゃってるんだけど、首輪が変わるだけで結構変わるね、素晴らしいな。ってことで今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。じゃがいも畑とかね、新しい狼とかね、もういろいろちょっとね見れて面白かったと思います。次回はですね、ついにねちょっと洞窟探検とかねしに行きたいなと考えております。狼もね着々と増えてるんでね、マジで狼軍団をね作ろうと思いますってことで、最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。また SNS などやってますので、フォローお待ちします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。龍拳でした。